こんにちは、シンガーソングライターのさゆりです。なんと今日からヨーソングオンエア開始です。イエーイ、もう超楽しみにしてました。たくさんの応募ありがとう。たくさん応募があって、もうどれを使えばいいのか悩んじゃうぐらいなんですけど、もうこれからもまだまだ応募受付してるので、よかったら興味ある人はぜひぜひ応募してみてね。で、今日は第1弾ということもあって、多分みんな、ヨーソングってどうやってやるんだろうとかこう迷ったりしてると思うので、今日は見本として、YouTube クリエイターの友達のシャーラに参加してもらうことにしました。今回の曲のタイトルはライフ、桜のように。聴いてください。してばかりの勉強嫌い、妄想ばかりで彼氏もいない、気づいたのきっと何でもかんでも全てが環境次第、ゴールを見つけ国境を越えて、ホームと言える居場所も求めて、たどり着いたの東京へ行きたい、気づいたよきっと何でもかんでも全てが自分次第、昔は何をやってもすぐにいじめられてばかりで、自分らしく進むのそんな世の言葉信じて、辛かった日々もきっと大阪本当に大切なものは何か、 Never forget Last too short 桜のようにあっという間に過ぎてく、桜のように輝いて行きたい、どうせなら華やかに全部を笑顔に変える人生咲かせたい、 You can make it happen。将来へ羽ばたくためにはグッバイデイズ、手放すこともしょうがないね、気づいたの今何でもかんでも全てが視点次第、何か手にしたいなら握ってるもの離さないと、恐れずに進むのそんな君の言葉信じて、過ぎ去った日々も今は花を咲かす、桜のようにあった
桜のように輝いて行きたい。どうせなら後悔のないみんなを笑顔にする人生咲かせたい。 Oh, life's too short。桜のようにあっという間に過ぎてく。 Life's too short。 桜のように輝いて行きたい。どうせなら華やかに今を精一杯生きる人生。Make it happen. You can make it happen. You can make it happen. You can make it happen. Life.桜のようにでした。みんなエンジョイできたかな？みんなの感想を聞きたいのでよかったらコメントしてください。でこの動画もシェアしてもらえると超嬉しいです。あといいねも忘れずに。でこの曲のストーリー、背景とかどうやって作ったのかっていうのは来週の月曜日に放送するのでそれもぜひぜひチェックしてみてください。でこのヨーソング企画はこれから毎週月曜日に放送していくのでこれからも見てみてね。で応募もまだまだ受付してるのでよかったら応募してみてね。もしかしたら選ばれるかもしれないよ。ちなみにさゆりは今全国でインストアライブツアー中です。もしかしたらねあなたの近くに行くかもしれないのでよかったらさゆり .com でライブの詳細チェックしてみてください。あとメルマガ登録もお忘れずに。ではではこれからおまけ企画の歌コメコーナーです。おまけ企画歌コメタイムです。イエーイ。これはねなんというものかと説明すると、まあヨーソングはちょっと参加するのにハードル高いなって思ってる人も多分いっぱいいると思うのでこれはちょっとまあヨーソングのプチバージョンみたいな感じで歌うコメント名付けて歌コメです。だからみんなにこうコメント欄のところに歌コメ鍵括弧なんちゃらかんちゃらって書いてもらってそれをさゆりがワンフレーズその場で歌っちゃうっていう企画です。なんだっけ歌コメ歌コメ、うん、今日のおやつは、ね、今日のおやつはチョコクロワッサンがいいな。チョコクロワッサンがいいな長いよ今日のおやつはチョコクロワッサンがいいな。じゃあ考えないとね。 OK 今日のおやつはチョコクロワッサンがいいな。 What about like I'm going to Disneyland on the weekend?I'm going to Disneyland on the weekend. 日本語で、ね、週末はディズニーランドに行く ?OK! わかった。週末はディズニーランドに行きたいよ。もう毎回笑っちゃう。よかったらみんなこれからいっぱい書いてね。それでその次のヨーソングエピソードの時には誰かランダムでピックアップするのでその選ばれた人のを歌っちゃいます。はい早速みんな今書いて待ってるよ歌コメ